クリッパートン島の衛星写真、クリッパートン島の位置ここやしの木が生えている。クリッパートン島クリッパートン島は太平洋のメキシコ沖に浮かぶ絶海の孤島。フランス属領の無人島である。最初の上陸記録は1521年。1705年に海賊ジョン・クリッパートンが上陸し、現在の名前になった。1836年に スペイン海軍が同等を発見したが、特に実効支配を行わなかったため、1858年にフランスがハワイ政府に対し領有を宣言したことにより、フランス領となり、現在に至っている。しかし、スペインにより独立したメキシコが領有権を主張したため貴族問題は裁判となり、1931年の判決で正式にフランス領と認定された。 これをクリッパートン島事件と言い,い、主権の表示を残さず離党しても、布告、通告、交付、新聞による公表で領有は成立するという国際法の慣例の一つとして現在でも知られている。かつてはフランス領ポリネシアの一部であったが、2007年2月22日からフランス政府の直接統治下に入った。統治権はフランス海外領土省大臣は有している。 一時期には軍事目的や太平洋を横断する飛行機の中継点として使われたが2013年現在は定住する人間もいない無人島である。ありがとうございます。